ブロック・オズワイラーは、アメリカ合衆国アイダホ州校、ダリーン出身の元プロアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。スタンフォード大学とワシントン州立大学からも、奨学金のオファーを受けていたが、アリゾナ州立大学へ進学した。一年時の2009年には6試合に出場し、うち1試合に先発出場した。サンデビルズで、レッドシャツ経験なしの一年時選手が、 先発出場したのは1993年のジェイク・プラマー以来であった。1年時の成績は、パス55回中24回成功、249ヤード、2td、2int だった。2年時も6試合に出場し、パス109回中62回成功、797ヤード、5td、0int の成績を残した。 三年次からは先発 QB を務め4036ヤード 26TD でシーズンを終えた。2012年の NFL ドラフトでデンバーブロンコスから二巡目で指名された。その後ブロンコスと4年契約を結んだ。2012年第4週のオークランドレーダース戦でプロ初出場を果たした。第17週のカンザスシティチーフス戦では初めてパスを投げ、 パス4回中2回成功、12ヤードの成績を残した。2013年第12週のニューイングランドペトリオッツ戦では、ペトリオッツの決勝フィールドゴールの際に、キックをブロックするための要因として出場した。これは、オズワイラーがチームで最も高身長だったためである。2014年第17週のレーダース戦で、プロ初タッチダウンを挙げた。 2015年代10週のカンザスシティチーフス戦で 4INT レーティング0.0と大乱調だったベートン・マニングに変わって途中出場した。翌週のシカゴ・ベアーズ戦で負傷欠場したマニングに代わってプロ初先発しパス27回中20回成功 2TDQB レーティング127.1の成績を上げチームを17から15で勝利に導いた。また その週の週間 MVP にも選ばれた。ベアーズ戦の翌日には、オズワイラーが、第11週のニューイングランドペイトリオッツ戦にも、先発することが発表された。第11週は、オーバータイムの末、無敗のペイトリオッツを30から24で破った。翌週のサンディエゴチャージャーズ戦にも勝利し、初先発から3連勝を果たした。初黒星は、第14週のレーダース戦で、 この試合では、カリルマックにごサックを浴びた。第15週に、マニングが練習に復帰したが、オズワイラーは先発の座に留まった。しかし、最終週に前半で 2INT1 ファンブルを喫し、第3球からマニングと交代した。その後マニングは27から20でチームを勝利に導き、ブロンコスは第1シードでプレーオフ進出を果たした。2015年シーズンは、 パス275回中170回成功、ジューティー D6INTQB レーティング86.4の成績を上げた。プレーオフでマニングに先発の座を譲ったものの、チームはその後スーパーボールに進み、カロライナパンサーズに24から10で勝利し、スーパーボール王者となった。2016年3月9日、 ヒューストンテキサンズと4年82億円の契約を結んだ。だが期待に応えられず、一時先発の座をトム・サベージに奪われるなど、制裁を欠いた。2017年3月9日、ブラウンズへの移籍が発表された。ブラウンズは同時に、テキサンズから2018年のドラフトに指名権を譲られている。新人 QB でショーン・カイザーとの先発争いに敗れ。 レギュラーシーズンでプレーすることなく2017年9月1日に解雇。2017年9月2日、ブロンコスと1年契約を結び、1年ぶりに同チームに復帰した。4試合に先発出場。2018年3月23日、ドルフィンズに加入。怪我をした、請求 b のライアン・タネヒルの代役として、先発出場するなど、7試合に出場した。 2019年シーズンは開幕からどのチームとも契約していないフリーエージェント状態が続いた。10月17日に現役引退を表明した。ありがとうございます。